チャンネル登録お願いします。はい、なんやん。はい、どうも、こうせいです。今回はマニラで動画撮るつもりはなかったんですけれども、マニラで撮ったホテルの周辺がなかなか面白そうな雰囲気の、まあマニラらしい街だなっていう感じを感じたので、ちょっとそのあたりの動画を撮ろうかなと思って急遽動画を撮ることにしました。なので、まあ、部屋の紹介とあと周囲の状況と撮っていきたいと思います。今回この部屋を撮ったんですけれども、ホテルの紹介を先にしていきたいと思います。先にも値段いっちゃいますね。一泊こちらが2600円です。で、空港近くのホテルなので、めちゃくちゃ移動がしやすくて、で、まあ多分空港近くだと若干高いので、まあ2600円だとこの辺りのクオリティなのかなというふうに思っています。まずはこの お部屋から紹介していきたいと思います。入り口がこんな感じで、で、テレビがついてて、ね、ネットフリックスと YouTube が、ついてますね。ネットフリックス、フィリピンの女の子と見るとめちゃくちゃのリアクションが良くてめちゃくちゃ楽しいので、ネットフリックス一緒に見るのなんかハマりそうな感じですね、私は。まあ全部英語なので内容は伝わらないんですけれども、映像だけ見せたりとかもしても面白いので、一緒にフィリピンのこと見るとリアクションがすごいので、一緒にあのネットフリックスあるとなんか適当に映画見てるといいと思いますね。で、タンス、もう暗いので、まあ、中は何も入ってなくてセキュリティボックスもないような感じですね。で、こちらがトイレとあとシャワーですね。で、シャワーがこんな感じで、で、バスとバスタブがあって、トイレですね、あまりクオリティはもう高くないかなっていうふうに思いますけれども、ウォシュレットのホースがついてるのでこれだけはいいかなっていうふうに思います。で、今回トイレ水これ押しても流れないんですよね。これ断水してるのか、なんで流れないのか分かんないんですよね。で、ここにあの水があって、水を入れっぱな流れるんですかね。ちょっとやり方が分かんないので、トイレのこの水が流れない時、もしやり方分かる方がいたらコメント欄で教えていただけると助かります。で、まあエアコンもついてて寝る分には全然困らないかなって。で、今回マニラ一泊して、で、この後ポーカー打ちに行って、明日アンヘレス入りする予定なので、なので、まあ今回はそんなにはマニラの探索はしないかなっていうふうに思います。では、早速ですけれども、まあこんな感じですね。あ、そう、窓がないのか。まあいいけど、鍵はよし。 で鍵が2個あって、外の鍵と部屋の鍵。 OKで、外の景色はこんな感じですね。もうもろフィリピンの住宅街密集してるような感じ。ホテルの場所が分かりにくくて、道聞いたらすごい親切に教えてもらえてたので、あんまり治安は悪そうな感じはしないですね。まあストリートシルデンは多いですけれども、普段はあのホテル上がって紹介してるんですけれども、今回だけは逆パターンで部屋の中を紹介して下っていって、で、周りを撮っていく感じですね。で、周りも全然探索してないので、何があるかも分かってなくて、まあフィリピンらしい感じがするので、僕はいいかなっていうふうに思ってます。で、鍵は手で開けてオートロックで閉まる感じですね。で、ここに JPC ルームレントって書いてあるんですけれども、これだけしかの目印がなくて結構迷いましたね。入り口だってこれですよ。この住宅の密集地のここにあるんで、これはちょっと迷います。で、まあこの辺りはオイルとかお酒とか、なんかバゴンみたいなやつですよね。あ、初めてバゴン食べましたよ。エビですね、あれ。塩辛みたいな、なんかエビを焼いて油で煮たみたいな感じの塩辛風味の、エビの風味がするみたいな感じですね。はい、はい。ジャパニーズ Welcome to Philippines. Thank you. Nice to meet you. フィリピン人は気さくに、ああやって絡んでくれるから嬉しいですよね。で、まあ、今回、昼間はちょっと暑かったんですけれども、夕方あたりになるとすごい気持ちいい感じですね。で、お野菜が売ってて、こういうお野菜をあの焼き鳥と一緒に
焼いて売ると売れると思うんですよね。ビタミンとかも取れて人気出ると思うんですけれども、あんまりやってる人はいないですね。フィリピンあるあるで、お肉の上に扇風機が回ってる。ハロー。グッドイブニング。はい、グッドイブニング。うん、グッドイブニング。オッケー。あ、うん、オッケー。テイクムービーオンリー。あ、で、ここで炭でも焼いてくれそうですね。豚、あ、豚屋さんですね。こうやって値段が書いてあると嬉しいですね。で、お野菜、お野菜、フルーツ。で、ここめちゃくちゃトライシクルの量が多い。本当フィリピンらしい感じの街並みですね。まあ一応マニラなんで、釣りとかそのあたりは警戒しとかないといけないかなとは思ってるので、ちょっとダバオとは違う感覚ですね。やっぱダバオ来た後にこっち来ると人の多さがまず違いますね。密集してる、めちゃくちゃ人口密度が全然マニラの方が多い。で、まあ地元のレストランと果物と、でサリサリストアですね。本当なんかこういうのがフィリピンっぽい感じですよね。ほんでフィリピンっぽい感じのフルーツショップ。で、果物が売ってたりとか、あと雑貨関係ですね。珍しいね、こういうココナッツみたいに。ヤシの実ココナッツが売ってたりとか。で、バナナは結構黄色く黒くなってる感じで、バナナの皮も売ってるのかな。違うね、下にバナナがあるのと卵。はい、ジャパニーズ。おお、カニも売ってる。うんうん、あ、すごいね。なんか取った感じ、取れたて。はい。グッドグッド。すごい、本当ここにいれば別に食べるものには困らなそうですね。何でも買えるし調理できるんで、あ、こうやって鶏を丸ごと売ってんのもいいね。料理しやすい。で、こういうところで買って内臓とかはすぐ後ろの方がさばいてくれる感じで、あ、まだ生きてる。すごいね、まだ生きてるお魚新鮮じゃん。あ、サーモンとかもある。で、こっちはまあ行き止まりなので戻りましょうかね。でね、スイカもあるし、メロンもあるし、果物、マンゴーとグリーンマンゴー。グリーンマンゴーがね、硬いマンゴーなんでね。で、こっちが雑貨屋さんかな。前がもう高速みたいな感じでバリケードがあって、あ、まあ抜けられますね。で、これが バラットですね。で、セブンイレブンがあって、高速道路の道を一本入るとこういう感じの、あ、Thank you、 下町みたいになるんですね。やっぱいいね。
あ、そうそう。で、ここはリゾートワールドになるのかな。なんだろう、わかるかな。空港がこの下のところで、モロ空港の隣のここで、この辺りがリゾートワールドのホテルなんで、まあ歩いて行こうと思えば行ける距離だけど、まあちょっと歩くと大変なんで、あそこトライシクル入れるのかな。まあとりあえずリゾートワールドの近くなんで、あのポーカー腕ですぐ移動できる、今回あの安いここを取った感じですね。パラッと食べようかな。なんかちょっと栄養つけるためにパラッと頼み食べます。はい、バロッ。うん、 I like You like? Ilang days na ba ito? 17 days. Sila mo, 15. Ito kaya, dito na kumawa. 18 days. Taking a vlog? Oh. Oh. Binoy. Hmm? Balot. Balot. I like. Binoy. Binoy. That one is no chicken. No? This one have chicken. This? Yeah. Okay. いただきます。とりあえず1個食べて、まあ少し食べていくうちに、今回の旅は僕バロット今好きですね。前まで3個食べたら結構きつかったけど、今は別に栄養源になるなと思って普通に食べれますね。で、そう、鶏の丸焼きこんな感じで美味しそうだよね。これじっくりとずっと焼いていくの、ほら絶対美味しいよこれ、炭で。あ、そうそう。でお米がこういう、なんかいろんな種類があって、数円単位で違うか、数ペソか単位で違う感じですね。はい、なんか今回はやっぱり回ってみるとフィリピンらしい街並みが結構多かったので、ちょっとカメラの方を回したくなりましたね。フィリピンっぽいイメージ通りの場所でしたね。となんかフィリピンらしいの一言で終わりますね。まあトライシクルが多いぐらいかな。まあ今回はフィリピンの街並みっていうことで動画の方を回してみました。では最後までご視聴していただきどうもありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、なんやん。Okay. Yeah, right.